はい、ひとつきまんざしみです。来たよ、ね。アメリカバイデン大統領北京オリンピック外交的ボイコット検討というふうに NHK でも早速流れ始めました、えー、でこれに関して今日はですね、まあ、中国の,あの意見ね、外交的ボイコットに選手主役は選手だとかって言ってたりでそもそもこの記事っていうのはワシントン・ポストの何なのかっていうのも含めて本間、えー、さんと話をしていきたいなというふうに思っていきます。 よろしくお願いしいますいやーようやく火がつき始めた感じがしますねこれまあもうねあと2ヶ月ちょっとなんでそうですねそんなもんか、うん、2>, 2月の頭からでしょ、うん、2>, 2月の5日だっけ、うん、まあ頭からのうん、うん、だからもうあと2ヶ月ちょっとしかないでうん,でうーんとこのワシン トーンポストの記事っていうのはワシントン・ポストが例えば一面とかトップとかで,でやったのではなく、うん、なんかコラムニストの取材記事ってことなんだけど、うんうん、まあ,あのアメリカはその政治的なボイコットをするんじゃないかっていう話はさ、うんうん、まあ結構前から出ていてうん、うんまあ、それはそうでしょう だってそれは上院でも下院でもさ、うん、やっぱり、あのーえー、なんだっけ、上院だっけ、ペロシだっけ、院内総務かなんかがさ、うんあのー、ジェノサイドが行われている,る,るって言っちゃってるからね。言っちゃってるからさ、うん、ジェノサイドを送られてる、行われてる国のオリンピックにやるのっていう、うん、まあもうアメリカとかそんなこと絶対許されないわ、ね。うんうん ただ、やっぱりそうは言ってもアメリカってやっぱり自由を重んじる国だから、うん、まあ、行きたいっていう選手を止めることはできない、うん。つー立場だよね、今ね。うんうん、アフガンの,のアフガン戦争があって、そのモスクワオリンピックをさ、うん、あの国を挙げてボイコットした時とはちょっと様相が違う。うん、まああの時も、結局あの時日本も追随したわけで。はい でね山下元 JOC 会長が、うん、大泣きしてさ、うん、オリンピック出たかっただーって言って、うん、もう大泣きしちゃって,言ってたそんなことはあったわけですがああったねまあ今回は多分アメリカは、えー、選手にボイコットを強制することは多分しない、うん、ただ外交的なボイコットと言って つまり外交的ななメンバーを一切派遣しないうん、うん、つまり大統領とか、うん、その他外交任務を持ってる人がオリンピックに参加することはしない、うん、っていうことになるのではっていうのはもう結構なもう何か月も前から言われていて、うん、だから我々もついにワシントン・ポストとかそういうところが正式発表でもしたのかなと思ったんだけど、うん、それはまだ。 うんそういうことでね結局ねこれね。あれあ出てるいや今私まずですねこの、うん、ワシントン・ポストバイデン・アンド・ミステレーション・スーン・トゥーエーっていうこのねディプロマティック・ボイコット・オブ・ザ・ベイセン・オルピックっていう、うん、これはですねあのー、日本の、うんえー、ワシントンにいるですね、えー、この ジョッシュ・ローンさんっていう人かなローギンさんかっていう人が書いた記事で、どういう人なのかっていうと、ワシントン・ポストのグローバル・オピニオン誌のコラムニスト、CNN の政治アナリスト、他にもブルームバーグ・ニュースウィークとかね、デイリー・ビースト、あ、デイリー・ビーストね。はい。とかっていう、あの、日刊野獣とかにもあの出ていたあの人ですね。で日本、あと日本の朝日新聞とかにもいたらしくって、 でこの人が上智大学にも留学したりしてて、ジョージ・ワシントン大学の人です。とうん、うん、いう人が書いてます。ジョージ・ワシントン大学は河野太郎さんが留学されていたところですね。<ー>で、その人が何と書いているかというと、えー、With the Beijing Winter Olympic just、uh, three months away, the Biden administration will so have to make clear なんで、これはま、えー、もなく。 まあ、北京オリンピック開催を控えて、うん、バイデン政権はまもなく中国に公式にあの派遣するかどうかを、ね、検討しなきゃダメなんだけども今、ボイコットを検討していると、うん、こう言っている。で、これ、撮影だ前の段階では,はん、そうなんやーってなやコラムニストが言っている意見かと思ったけどやっぱりさすがワシントン・ポストですね。これ16日のニュースなんですけど。うんあの ロイター通信、うん、これね、タイトル言いますよ、バイデン・セイズ・ US っていうふうに書いてるので、もうバイデン大統領が言った<ー>、はいえー。これはですね、直訳すると、バイデン大統領は北京オリンピックの外交ボイコットを検討中と発表。うん、これが、えーっとね、発表されたのが、ワシントン・ノベンバー18なんで、えー ワシントンのノベンバー18ってことは今じゃないのかな下手すると<ー>、うん、ぐらいの勢いですねで、えー、この,あのワシントン・ポストの、えー、ジョッシュ・ローギンさんが書いたのが16日ですねでそこから2日経ってどういうところで言われたのかバイデン大統領はカナダの、えー、トルドー首相との会談の席で外交的ボイコットを検討しているのか というふうに、カナダの首相にきわれ、聞かれたんですよ。で、そしたら、検討している、答えたって。うん、なるほどだから、ワシントンポストの、コラムじゃないわ、もう。まあ、っていうか、だから、ワシントンポストの特ダネ的記事があって、それが裏付けされたっていう、もう順番です、これ。なるほどね。うん、いや、も決まりじゃん。もう決まりだね。決まりだよ。うん、検討してるって言って、やっぱり検討の結果やめたなんてことないからさ。 今、検討してるっいうことは、うん、発表日をいつかを検討してるっていうことですよ、うん、これは。で、あのーうんえー、報道官、ね、えー、このね、NHK にもねこの出てるんだけど、えー、この女の、えー、報道官がいて、うんえー、この人がですね、こう言ってますね、もう。この、えー、とさっき報道官ね。 人権問題だというふうに答えてますね。うん、だよね。まあそれで当然ながら、うん、アメリカがそうするときは日本はどうするのよっていうね、うん、話になるわけですよこれは。アメリカだけがボイコットするってことにはならないよね。うん 多分そういうことだとまあ今までの流れだとカナダとイギリスはすぐ同調するだろう。うん。うん。そりゃそうでしょう。フランスとドイツがまあ割と独自だからどうするか考えるよと。っていうかこの NHK の記事ダメだな。映像の中では、うん、なんかあのワシントン・ポストが報じたとかっていうふうに言ってえ文章の中ではワシントン・ポストが報じたとかっていうふうに。 書いていてるけどなんか映像の中では、うん、あのちゃんと出してんじゃん外交的ボイトクットを支持するか検討しているっていう風にわかりにくいなこれ NHK わざと分かりにくくしてんのよえマジで最悪じゃねえかそんなの。 えー、どそれであのなんかほらまたアメリカの態度が変わっても、うん、いやうちんそんな核法としては流してませんみたいなさらたつなあ今の話じない NHK よ根性ねえな <laughs> なるほどなうんまあだってさやっぱりさウイグル自治区の話もあるしさ、うん、まあ、あともうとにかく 香港の話でぐっと身近だからねこれねいやそうねこっち側にしてみたらうんですは台湾かっていう感じですからうんまあ外交ボイコットはしないとさ、うん、今度はやっぱりアメリカ政府が弱腰だって言われるに決まってるわけよまあ当然これから年末に従ってこの話題一色になるわけじゃない、うん、やっぱりさ うん、でアメリカだからさあのー、政府はそういうふうに決める、うん、でその選手に圧力はかけないと言いつつも、うん、やっぱりメディアがさ今度は選手に群がって「どうしますどうします」って、うん、それは当然聞くよだからだからいいんですかいいんですかいいんですか虐殺してるところで言っていいんですかいいんですかいいんですかってそ<う>日本みたいに甘くないからね 甘くないからね、うん、これは思想心情試されるよね。うん、そうするとアメリカの選手でも行かない選手が出てくる、うん、当然。だって今回の東京オリンピックでさえさ、アメリカのえっと陸上の選手とか、来ない選手とかいたわけだからね。うんうん、コロナ怖えよ。それよりもはるかに、それよりもはるかに深刻な話だからな、うん、まあ来ない選手続出する可能性が そして、えー、これ前もお話ししたけど、ゴールドスポンサーに対してあの、北京オリンピックを応援するのがお前の会社はって言って、うんまあ、プレッシャーがかかってるっていうね、ねそのあたりを企業はどうかわしていくのか、うんうん、そういう問題も出てくる。 いやー、しかしなんか相変わらずいつもね、外伝見るとね、もう外伝って言い方も古いですけど、ワシントン・ポストのこのね、オピニオン記事ね、読むとね、いや、根性入ってんなっていうふうに思うのが、政府は厳密にはこの決定を確定していない、ね、って書いてあるんですよ。けど、正式な勧告がすでに大統領になされており、大統領は今月末までにこれを承認する見込み。うん このプロセスのタイミングは緊張が高まる時代に複雑な米中関係を管理する能力を、えー、両首脳が示すために行われた、えー、月曜夜のバイデン、習近平の,あの会議とは関係ない今週、さまざまな報道によると習近平はバイデンにオリンピック問題を持ちかけおそらく個人的に誘うように参加するつもりだったというしかし当初の報道によればこの3時間半の会談では全く出てこなかった バイデン大統領は、えー、ウイグル、チベット、香港の観光とかより広範なね人権問題について気にしているとこう言ったと。でバイデンはねこの数か月オリンピック沈黙してた。うん、だけどもまあ腹決めたってことですね、これ。まあ、そりゃそうだよね。うん、このあの本間さんの言ったねえっ、ー、と、えー、ペロシ、出てくるよ、ペロシ。うんうん ペロシが何、えー、て言ってるかっていうと下院、えー、議員は米国の選手を罰することなく中国の人権侵害に対する国際的な懸念を表明する方法として北京オリンピック外交的ボイコット彼女は中国政府が大量虐殺を行っている時に中国の政府に敬意を払う必要などどこにもない <laughs> なこのようなことが行われている時に世界のどの場所でも人権について再び発言する道徳的な権限があるのかオリンピックやめろ まあ簡単にざっくり言うとこういうことを言ってますね。<laughs> まあそうだよね。まあそういうことだよ。うん、で、日本はどうすんのって。もうこれはすぐ来るよ、日本にね。うん、そしたら岸田総理は何っつってんだっけ岸田総理は<田>あの腰抜け感満載ですね、聞く力がありますから。 それぞれの国においてそれぞれの立場があり考えがあるだって <laughs> 何言ってんのこの人 <laughs> 日本は日本の立場で物事を考えていきたい <laughs> 以上終わり <laughs> だからどうすんだだからどうすんの <laughs> いやだからそれぞれの 国にはそれぞれの立場があってそれぞれの考え方があるって答えたらじゃんいやだから日本はどうするんですかだからそれぞれの国の立場がーっつって永遠に噛み合わない、うん、<laughs> まあでもねあのギリギリになってきたらさ、うんうん、当然これクローズアップされるよね。うんうん、で当然ながら今の内閣でいうと当然高市さんはね、うん 当然まさか高市さんいいんじゃないのオリンピックみんな行ってとは言わないでしょ、ねうん。言わんでしょー。だよねー。<ー>これはちょっと楽しみだよね。<ー>高,市高市さん的にはもうけしからーんって感じですよ。だよねー。電池パルス攻撃しろぐらいの感じだと。<laughs> だよね。で、全然それがさ、反対しないでさ。うん 日本選手団の皆さん頑張ってくださいなんて言おうものならさ、うん、お前、今まで言ってきてることと話が全然違うじゃねえかっていうな、あホかって。これは結構踏み絵だからね。うん、踏み絵だから。うん、うん。いや、それでさ、まあこういう話をするとさ、うん、いや政治とスポーツは別だとかさ、うん、スポーツの祭典なんだからとか言、ね、うけ、ん、ど。 いや、別じゃないから。うん、だって政治がなかったらオリンピックなんかもう開けないんだから。うん、開く意味もない。うん、あのーまあのま本来はもちろん別よ。うん、本来は理念としてはもちろん別だ。うん、だけど、その俺が言ってるのは、じゃあ政府の関与抜きでオリンピックできますかって。うん、できないでしょ、う。東京オリンピックだってそうだったわけじゃん。うん、もはやこのコロナのこの騒ぎの中でさ。うん その政府のコロナ対策とオリンピックっていうのは密接に関係しちゃってるわけ、うん、で、このえっと北京オリンピックでも、もう完全にさ、うん、政府がだって無観客決めちゃってるわけよ、うん、向こうの政府がね、うん、無観客入れても最後に赤軍で埋めると思うけど、赤軍<群>。人民解放軍と呼んであげてください。人民解放軍でどうせ埋めちゃうと思うけど。うん でも、とりあえず公式には国あの海外からの観光客入れないって、これ、うん、政府の決定だよね。うん、だからもう完全にさ、オリンピックと政治っていうのは結びついちゃってるわけこれ。これはもう、あのーえっと、理想がどうとかなんとかっていうんじゃなくて、現実的にそうだから、ねうんね。で政府、中国政府の思惑どおりに動かされているわけ。うん で、じゃあ、じゃあ中国政府って何やってんのって言ったら、それは、ウイグル自治区でさ、チェノサイドやってるわけで、うん、うん。で、我々の直近のさ、問題としてはさ、香港でもああいうことをやったわけじゃん。うん、ああいう恐ろしいことをやってさ。ああいう恐ろしいことって言っても、この動画見て、え、なんか恐ろしいことやったのっていうぐらいの人もいると思うんですけど。あの、まあ、結局、<laughs> 香港で、ね、民主的なさ、うん あの政治をやろうとして、うん、いろんなデモがあったわけだけど、うん、もうそれを暴力で鎮圧して、うん、でしかもしかもそのまあ中国政府からの新しい法律を受け入れて、うん、でそのデモに参加した連中をその過去に遡って逮捕するっていう、うん、そういういわゆる法治国家としては絶対やっちゃいけないことをやってるっていう。ねうん 今作った法律で過去の罪を裁くまあ罪があるかどうかは別としてうん、うん、過去にその行ったことを裁くってことをやっちゃったら、うん、もうこれその法律を作るに側のやり放題になっちゃうから、ねうんだね本当に過去に俺の悪口言ったやつは全員逮捕っていう法律作って、うんうん、で今日施行したからあの過去に俺のに反対したやつは全員逮捕なっつって、うん、そういうことをやってるわけよ、うん、今の本っていうのはさ恐ろしいよ だからもう23年前の香港とは今の香港はもう全く別の国になっちゃったわけよ。うんうん、でやっぱり民主、われわれみたいな民主主義の国にいる人間にとって恐ろしいのは、うん、それがこの現代でそれが行われちゃったっていうことなんだよね。で、それが北京オリンピックでも当然そういう統治の中で行われるわけよ。うん で、そこに選手を派遣してみんなで一緒にこう、みんなで一緒に仲良くやりましょうっていうのはまあそ表面的にはそうだからうん,、うん。まあ中国、うん、で「お世話になります」「いい国ですね」っていうのと同じだからね、うん、だからこれは <coughs> あの、日本も当然俺はあのー、当然あの日本も外交的ボイコットすべきだと思うん。 うんもうこれは当然でしょっていうね、うん、話でさで選手団一人一人に対してもよく考えていただきたいと、うん、そういうところに行くっていうことがどういうことなのかっていうのはやっぱり一人一人考えてほしいよね、うん、うあとはスポンサーパンソニック、うん、トヨタパナソニックとトヨタ,、ね、ブリッジタあとブリヂストンその3社ね、うん だからそのこの3社はだからまあ多分言い訳としては別に我々はオリンピックを応援しているんであって別に北京を応援してるわけではないっていうねまあ言い訳をするよ、うん、とりあえず、うん、でも北京オリンピックでさ、うん、CM なんか打っちゃった日にはさ、うん、それは北京オリンピックを応援してますってとうん、<coughs> きっついよねだからこれねうん ねえそうだねきついねでだ、うん、じゃあ日本のメディアはどういう論調になるでしょうかっていうのがこれからの見どころいやこれがねえ当然そんなの中国攻めるんじゃないのって思うかもしれませんがそうじゃないなおぜぜの話的に考えるとうん、うん、これはね、うん、もうそのなんて言うの <laughs> どっちを向いたら金になるかっていうこ考えてねえからさ。うん、ね。あのー、やっぱりこれはね、その政治的っていうか、やっぱりあの人道的な話なんだよ、うん、やっぱり。うん。その中国っていう国に対して、やっぱり中国のやってることをすべて辞任するわけにはいかねえぞっていう。うんうん、やっぱそういう態度を。 示す一つの機会であることは間違いないな、うん、だからそこでその機会を逃してしまうと、うん、中国相手にそれをみんながまあ他国がみんな中国のやってることは正しいよねって言ってるような錯覚を与える、うん、これはよろしくないあったねあったね ありましたねそんなオリンピックが第2次世界大戦前にヨーロッパであったでしょあったねうんベルリンオリンピックですよ<や>ヒトラーのもで行われたあの聖火リレーというものも発明しましたねヒトラーはそうそうあれもさ、ね、初めて見る人向けに言っとくとあの聖火リレーとかねああいうのヒトラーの考えたプロパガンダだからねああまあヒトラーというかゲッペルスゲッペルスね うん、ナチス政権って言った方がいいかな。まあ、あのー、要するに人を騙すために、うん、人っていうか世界、うん、で。あのす、ー、でに、えー、っとだから1936年だからナチスが政権を握ったのは1931年で、うん、5年経ってるわけ、うん、もう5年で盤石の大戦になっちゃったわけ、うん ナチスの国になっっちゃたわけドイツ。でその当然もうあれをユダヤ人の排除を始めていた要するに公職に就かない仕事がない家から追い出すみたいなことやってたわけでそれはもう結構世界中で有名になってたわけその話がその中でオリンピックやるっていうんで本当だろうかって言って取材陣が押し寄せたわけ。 そうしたらさ、うん、もうオリンピックやってる間だけは、うん、ユダヤ人がちゃんと商売してんだよ。うん、それでユダヤ人のだからオリンピックもユダヤ人が一緒になってかか係もユダヤ人いっぱいいますよ通訳とかもユダヤ人いるんだよって。何もないよ大丈夫大丈夫ナチス怖くないドイツ安全な国世界平和考えてる。 で、その結果、えーっと、オリンピックが終わって翌日、うん、オリンピックの間中、その万百人っていうユダヤ人の通訳もいたのよ、うんあのー、外国選手用の。うん、それ全部首。で、ユダヤ人はあのー、元のゲットに戻れみたいな感じになっちゃって。うんうん ままあ、まあ、そうやって利用されたわけよ、うん、それでだけどその報道はさもう素晴らしいと、うん、本当にこの素晴らしいオリンピックだったと、うん、うん、っていうんでまあナチスのその、負の側面が隠された報道がね、うん、山のように行われただから北京オリンピックでもほっとけばそうなる。うん これは間違いないから、うん、だってそうやって利用しようとしてるわけだからさ。うんうん、だから、これ本当ね、外交的なボイコットをするということが、アメリカの政府がボイあの外交的なボイコットをするってことは、これは当然、強制はしないけれども、選手に一人一人に対してもそういう信条の問題。うん、で、やっぱりいろいろと。問われるわけだ。問われるよね。うん で、スポンサーも問われるでしょ。うん、それとメディアの伝え方も問われる、うん。っていうことになるわけで、うん。で、アメリカがそうなるんだったら、日本はどうなんだそね。うん、我が国にも当然それは跳ね返ってくるっていうね。えー、それにつきましてはですね、えー、それぞれの国において、それぞれの立場があり、日本は日本の考えで、 考えてていいいきたいとういうふうに思っておりますそれだけ聞くとさ、うん、まあ何言ってんだか、うん、今はかんないけど、うん、でもまあ単純に言うならばえっとうちは参加しようかなって言ってるように聞こえるよね。ね。うん、まあ波風立てたくなければ参加するしかない。うんうんあ 腰抜け感あるなだから懸念を表明するんだと。うん、うん。ただし、そのうちらの国はあんたの国とは違うから、うん、国の命令で選手を派遣しないとかってことはしないよ、うん、いやこれね、厳しいよね、選手には厳しいだって、例えばさ、いや、じゃあ私行くのやめるわって言ったらさ。うん もう次、次もし大きな大会があの中国であるときに中国政府はビザを発行しないとかそういう意地悪する可能性もあるじゃん将来にわたってさ今回、北京オリンピックに来る予定だったのに直前でキャンセルした連中って全部ブラックリストになっちゃって今後、中国での大会では入国させないとかさそういう意地悪されるかもしれないわけよ。 そういうのあるのあるだろうでもそれを飛び越えてねいやそれでもいいんだと思うああいう国にはもうああいう国でその,あの競技なんかしない方がいいんだって考えるんだったらね、うん、人間として考えてほしいと思うようん、うん、いやさ <laughs> なんか俺がそういう発言してるとさ、うん いやだってそんなの抜本的な解決になんねんだから中国と戦争するぐらいやれやみたいなね負けるだけや <laughs> そういうことを言う人もいっぱい、うん、まあもちろん再右前線の人たちはそういうだろうけどさ、うん、ことはそう簡単じゃないほら、うん、アメリカだってそう考えてるか、うん、なかなかそう簡単ではない、うん、でもね そういう思想心情の部分を表明する機会が来たわけだ。うんうん、だから俺なんかねだからさほらスキーのさ、はい、大回転の高梨ちゃんとかさいるじゃん。うん、そうなのいるのいるの。るのうん、大ジャンプできる女の子。も ねえ中学生ぐらいのとからやっててさ、もう二十歳過ぎてるんだからさ、うん、そろそろ政治のことも勉強してほしいなと思うわけよ。そうねうん、だかここね、これ、本当、結構試されるのよね。まあ、うん、本当に前回のオリンピック、日本のスポーツ選手、最悪だったからね、東京オリンピック。 東京オリンピック、うん、だってさバタバタ自宅放置でさ亡くなってるのに金メダル取れたらうしいぐらいしか言わないんだよ。いやでしょあれは医療従事者に対してどう思ってんのっていう。ねその医療従事者のツイートなんかを見てたらさそのにあのもうほらえっと。 えー、あれ救急車に乗っけてさ、うん、その入院先を探してもなくって、うん、入院先もなくってもぐる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 回っててでその時に流れてくるニュースは「日本なんとか選手金メダル!」ってうかね、うん、テレ家帰って疲れ切ってテレビつけてみたらもうなんかそのオリンピックの映像しかやってないもうここは一体別の国なのかこれは、うん、みたいな。 そういうやっぱり感想を持った医療従事者っていっぱいいる。うん。うん、でそれを放置してやってきてるわけでさ。うん、で、北京オリンピックでもまた同じことやるんですかと。うん、もっと事態は深刻ですよって、うん、北京、オリあの中国は、うんね。だって今ほら、中国のさ、あれ、テニス選手、女子。うん、ほら。 中国のナンバー2だったっけ交換ナンバー2かなんかとフリーしたっていうツイートを流してこれで、うん、今行方不明になっちゃってるんだようわ本ほ、うんとややばくないこれ何これいや知らなかった知らんかったこの1週間ぐらい結構騒ぎになってて、うん、結構もうでほら えーとどこでだっけ、ダブルスで優勝してるぐらいの実力者なわけ中国の女子テニス選手が共産党最高指導部のメンバーだった前副首相との不倫などをインターネット上で告白した後行方が分からなくなっているそ<う>大阪の海をはじめトッププレイヤーたちの間で無事を祈る声が上がっている、うん、マジ怖く。ないこれまあ 大丈夫政治とスポーツは関係ない <laughs> と思うみんな <laughs> これは、まあ、<laughs> 殺されてはいないと思うけどまあ軟禁状態だよねきっとね、うん、完全にそれ怖いよすごいよねそういうことをする国だっていうさ、うん、本当にあの国はっていう感じで。 今かなりあの要するにすごい実力のある選手だったから、うん、大阪なおみもはじめみんなブルっちゃったわけ、うん、あ,あどうなってんだとうんでも分かりましぇんって言われてるって怖いよねほっとささすが中国はすげえよってえっとですねそれは外国のロイター通信で 続報が流れていて、ですねあのまあ、日本語のロイターの記事もあったんで、せっかくなんで紹介しましょう、その、うんえー、その人、まずあの中国のテニス選手が、えー、中国共産党の幹部だった超高えー、元副首相と、えー、不倫関係にあったと告白したが、消息不明になっていると。うん でその問題で中国国営中央テレビの英語放送中国国際テレビ CGTN が、えー、女子テニス協会にこの女性選手が送りましたメールを、うん、ねつまり、えー、何と書いてあるかっていうとですねメールの中でこの選手はねいやー不倫とかって言ったけど別に性行為を共有されたっていう自身の主張はごめんこれ嘘なの事実じゃありません あと私は行方不明ではなく安全でない状態でもありませんただ家で休んでるだけ <laughs> 全部大丈夫だよって、えー、女子テニス協会にメールが来たそうですうんでもメールだけしか来てない、ね、メールだけしか来てない <laughs> いやこれはちょっと怖いだおい怖いでしょで女子テニス協会は 女子テニス協会あれどこにあるんだヨーロッパのどこだろうえー、っと、女子テニス協会は、えー、どこにあるかっていうと、うん、場所どこなんだ書いてねえな。女子テニス協会どこなんだろううん、どこだろうね。まあ多分ヨーロッパだと思うんだけどね。うん、うん。まあじょ、その女子テニス協会の、あーのー、 ああ結構これ盛り上がってますねでしょ女子テニス協会のトップが,ップがあの中国市場からの事実上撤退自殺不明選手のあの女子テニス協会。でしょうん、もうあのこれがこの問題がきちんと解決されないんだったら出ないっていうふうに。 えー、WTA のスティーブン・サイモン CEO が CNN に語ってますおおまあ当然だよなまあそりゃそうだわなであの電子メール「で私大丈夫安全なところいる不倫って言ったけど全部嘘っていうのに対して「<laughs> 何も信じられるわけねえだろ」っていうやろうと。<laughs> 彼女が電子メールを書くよ、う強いられたのか、誰かが彼女の代わりに書いたのか、我々にはわからない、だが現時点でメールに信憑性があるとは思っていないし、彼女と話す機会がある持つまで安心することはない。だって表にさ、出てきてないからね、うん、顔が。チャン・カオリーさんっていうね、電子選手ですけどあ。ごめんなさい、チャン・カオリーはあの前首相だ。 でそのさ、ツイートではさ、あれだったんだろあツイートまあ、要するにその、SNS 上では、うん、要するに、強制されて、性行為に及んだみたいにふうに書いてあったまあ、自宅でね、しかも。うん、うん。だから、相当やばい話だったんだよな。いや、これは。もう処刑されちゃってんのか、出てこれないっていのは。 そうだろう処,処刑しないだろういくらなんでもって思うけどねまさかウイグル行きですかうんそういう可能性あるよねこれは選手の人たち考えた方がいいですよ <laughs> でしょやべえなおい だから中国から女子そのてニえー、っとその、えー、テニス協会がもう中国から撤退するっていうことになると、うん、これ女子だけじゃなくて男子もどうするんだって話になるじゃん。男はいいんだよってなったらすんっごい感じ悪いしね。<laughs> でしょ。うん、そうすると今さえー、っとあれテニスツアーで上海とか香港とか確かあったよ。うん。 あの当然北京とかでも試合があるからそういう国際試合が一挙に全部なくなるのか、うん、でもそんなドル箱みたいなさめちゃめちゃ金になるのにそれをもう手放すのが惜しいからあれは女子の問題だからで済むのか<ん>まあ済まないよねすまんだろうでもすごいよね 結局、中国ってやっぱそういうことやっちゃうわけよ。いや、うん、これは恐ろしいなぁ。<laughs> だってさ、本人出,さ出せばさ、なんとか収集するじゃん。うん。出せないっつったら怖いよね。メールだけで、私大丈夫、不倫って言ったの嘘あるよ。私元気、安全みたいな感じのメールがぺってきたらさ。 これでごまかせると思ってるあたりもすげえなって思うんですけどね。まあさあ、うん、まあ第二次世界大戦ぐらい、前ぐらいだったらなんとかっ <laughs> 手紙で送られてくる、<laughs> 私は安全ですって。あの、それこそ、ほら、ベルリンオリンピックぐらいだったら大丈夫だったかもしれない、うん。こういう問題も起きるからね。うん、本当に中国って 中国で平和の祭典ができると思いますかってまああれは平和の祭典じゃないけどもはやねあれはただのあのー、金のかかる祭典でしかないんだけどさそこに政治的な思惑を乗せようとするのがもう普通になっちゃってるわけだから日本の選手もちゃんとね そろそろ競技に専念するだけの、うん、ねお子ちゃまランチみたいな頭を卒業してさ、うん、<laughs> こういう場合には自分はどういうふうに行動するのが正しいのかっていうのさまあな日本の学校はそういう思考を教えてねえからな、うん、<laughs> 恐ろしいねちょっと絶句してます <laughs> まああの アリババのさ CEO が行方不明になったんですよね一時期うん、うん、あのジャック・マーですけどまあこれも中アリババってさ確か時価総額いくだったらだとアリババ、えー、時価総額、えー、アリババの時価総額は <laughs> えー、どれぐらいだ ?3 兆3兆三0 0兆円ぐらいかえそんなに高いのなきゃないよなそんなわけないよな,な,な,い,よないやでもそんなもん いやまあ、それぐらい超巨大なところですよ。うーんで、ここが、あのー、まあ、行方不明になったんだよね。お<う>社長が。ああ、なんかそんなことやってたよね。で、これなんでかっていうと、批判したから、中国当局は。うーんうん、で、3か月間。 あの軟禁状態だった、うん、これ今年の結構ねあの日本のベンチャー界隈 IT 系のところではすごく有名だった人。うん、まあこういうことやるからねだってアリババグループってあのもうなんかとんでもなく大きい会社ですよジャックマン・マー。 こういう人ですら、まあ日本で言えばそのトヨタの社長と日産の社長とヤフーの社長と NTT ドコモの社長とソフトバンクの孫正義丸ごと全部あの逮捕された。なんか3ヶ月間出てこない。あれどうしたのそういや、なんか岸田さんの批判してたなぁみたいな、そういう勢いだよ、これ。すげえよな、本当だ。で、彼、生きて出てきた一応出てきた。うん 黙ってるわけだ、うん、まああの今のところは大丈夫、ね、なるほどなテニス選手どうしよいやまあだって殺すような話じゃないと思うんだよねこれまあねまさか殺してはいないと思うが、うん、でもいつまでたっても出てこなかったらさ、うん、そういう恐れが出てくるわなね 時価総額いくらぐらいだったかな ?100 兆円ぐらいだったかなジャックマネ、ね。アリババ。うん、まあそういうところでも吹き飛んじゃうわけだからさ。うん。いや、それは中国共産党から見りゃさ。アリババだろうが何ババだろうが。<laughs> <laughs> <laughs> アリババだろうが、ユババだろうが、ゼニバだろうが、プチ。うん。何ら関係ない。うん、何ら関係ない。だ本当に中国共産党。 の独裁とはこういう時に怖い面を見せるわけよ。そうだね、うん、だからさ、やっぱりさ、北京オリンピックっていうのはやっぱりね、いや中国はね、自分の国内で何やったって、それは自分の国内の問題かもしれないけど、うん、まあ、それを海外に強制することはできない、うんで。そういう意思をやっぱり見せなければならないん、ね、うん。うん でだからやっぱりあのあのあれの時その、うん、ベルリンオリンピックでさ、うん、まあ世界の国々を騙したわけよ、うん、うちらはね別にそんなねユダヤ人虐待なんかやってませんよ別にそんな戦争の予防なんかないですよって言ってチェンバレンイギリスのチェンバレンが騙されちゃって、うん、でチェコチェコを割譲してあげちゃったりとか、うん、なんとかしてしたわけよ、うん、だから やっぱりやっぱ歴史は繰り返すよねやっぱり中国に対してさ「お前らのあれお前らの国の中で何やってもいいけど外ではおとなしくしてろよ」ってうん、うん、やんないとダメだってうん、うん、ねえあっちだからこれあれなのかねどういうふうになるんだろう日本の国内要するにさ 左前の人たちは、うん、オリンピックの話をさ、うん、その俺12月の5日にもなんだっけ市川革新懇談会っていうとこの団体で、はあ、オリンピックの総括してくれっていうんで、うん、オリンピックの話するんだけど、うん、ああいう人たちはさアメリカとかのボイコット話に関してはどういう評価になるんだろうね。 どうなんだろうね。政治とスポーツは別だっていうのかな。もう左翼もリベラルも右翼もね、ネット上もみんなもう、なんか現実見れてない人多いからな、本当にもは。ね、まあ、ちょっとこれは、まあね、前からさ、北京オリンピックは燃えるぞっていうふうに。 うちら指摘してきたけどようやくあ煙出てきたって感じっすねそこにさ、うん、さらにちょっと場外乱闘的にね、うん、テニス選手の話も入ってきたわけよま、うん、っ同じスポーツ業界だから、ねうんうん、なかなか怖さが増してくるよ <laughs> ね まあちょっとねあまりにも恐ろしい話ではあるがまあ現実として見ていかないとなぁと思いますよこれはまあねそういう話をしっかりもっと聞きたいなっていう人はですね是非乾杯欲しいな乾杯欲しいなっていうのとまあ北京オリンピックもいいんだけど東京五輪の滞在っていうねお馬さんの本を買ってくださいよね 12月に発売されます。ねだけど、それがねいくらね9000部全部売り切れたとしても、なんと本間さんに入る印税はちくまから80万円。ね、2年かけて書いたので年収40万円ということで、これは安いなので、私が200冊買い取って、えー、1万円のサインを、えー、1万円でねサインをつけて、動画もつけて、皆さんに応援のために買ってっていうふうに言ってますので、えー買,えね、買える人はぜひね。 こちらに買える人、いや、買えない人も、買える人も、みんな買ってほしい。それぞれの立場があるとかは言わない。ね、全員買ってほしい。ね、ぜひよろしくということで、買い方は、こちらのカンをお願いしているところに1万円を振り込んで、ここのメールアドレスに住所、氏名、電話番号をね、メールアドレス書いて、本間さんの新刊希望というふうに言ってください。なわけで、今日もダッチ社、チャンネル登録といいね、よろしく。それでは。